川端です。よろしくお願いします。今回はですね、立方体の体積の和ということで、一辺の長さが303センチの立方体、404センチ、505センチの立方体。この3つの体積の和が、この体積、立方体の体積と等しいと。で、このね、立方体の一辺の長さ、x を求めなさいという問題です。まずはですね、もう素直に方程式を立てていきます。立方体の体積は一辺の長さを3乗すればいいので、これ303の3乗足す、404の3乗足す、505の3乗イコール、x の3乗という具合になりますね。まあ、この流れでいくとね、303、404、505だから、まあ、606だったらね、なんかすごい気持ちいいかなっていう感じがしますけども、実際どうかなというとこですけれども、これ、303の3乗、303×303×300 の3、やってもいいんですけど、ちょっとめんどくさいですよね。この303、まあ、404、505もそうですけども、これ、101の倍数ですよね。これ303っていうのは、これは 101×3。この3乗っていうふうに考えることができますよね。404も 101×4。この3乗だと。で、505も 101×5。この3乗。というふうにして考えて、そしたらこの3乗ですね、それぞれ分配します。101の3乗足す3の、足すじゃない、かけるですね。101の3乗かける3の3乗足す101の3乗かける4の3乗。この3乗を分配していくと。で、これも分配していくと。101の3乗かける5の3乗イコール x の3乗。そうすると、これ101の3乗でくくることができますね。そうするとこれ101の3乗括弧3の3乗足す4の3乗足す5の3乗という形になると。で、そうするとこの3の3乗足す4の3乗足す5の3乗。3の3乗ね、よく9ってやってしまう人多いんですけども、3×3×3 で、3×3 が9、9×3 で27です。これ27。で、4の3乗、4×4×4。ね、4×4 で16、16×4 で、そうですね、64ですね。次、5の3乗、5×5 で125。嘘です。5×5 で25。25×5 で125ですね。はい。ということで、そうすると、ここの部分を計算すると、ちょっと、x3 乗イコールという形にしますが、101の3乗かける27足す64足す125ですね。125。これを計算したらね、27足す64で、91。91足す125で、計算すると216になりますね。なので、これ216と。で、216っていう数ピンときますか？まあよくね、サイコロ3回振った時にね、よく出てくるかなって。216分のなんとかって確率でね、サイコロ3回振ってなんか、目の和が6になる確率とかですね。まあそういった時にね、分母。6×6×6。つまりこれ6の3乗なんですね、これ。つまり x3 乗イコール101の3乗かける6の3乗で、これ、101の3乗かける6の3乗っていうのは、これ101かける6の3乗。要は a3 乗、b3 乗っていうのは、カッコ ab の3乗と等しいですからね。なので101かける6の3乗。つまり606の3乗になるので、x3 乗イコール606の3乗ということですから、x は、まあ、これね、もちろん実数なので、答え606と、ね。という具合に、出すことができるよということになります。はい、一辺長さは606センチとかね。なかなか面白い数字ですよね。303の3乗、404の3乗、505の3乗ね、606の3乗と等しいよっていうことで、
ね、先ほどね、こうなったらいいなっていうことを言いましたけどね、まさしくそれが答えだったというわけです。わかったかな？私自身ですね、今、オンラインで、個別指導及び集団指導をやってます。集団指導はですね、高校生、を今、高1、高2、高3ですね、ついに指導し始めましたので、まあ私のね、この集団指導のね、特徴は週2回の授業があるということですね。週1回、80分でね、80分かける2って形ね、結構授業時間数を確保して、またオンラインでね、普通、普段、受けている学校の授業のようにですね、受けることができて、また、課題のやり取りをですね、個別で LINE でね、やり取りすることによってね、集団指導でありながら、個別に対応するっていうような形の風にやってますのでね、もし興味ある方ね、ご連絡いただければというふうに思います。以上で解説しております。では。